ジョー・アール・ランズ・デールは、アメリカ合衆国の作家、マーシャルアーツのエキスパート。西部劇、ホラー、SF、ミステリー、サスペンスなど幅広いジャンルで作品を執筆している。アニメ版バットマンの脚本も担当したことがある。ブラム・ストーカー賞候補になった、ババホ・テップは、エルビス・プレスリーと、ジョン・カイ・ケネディが、老人ホームで古代エジプトのミイラと戦うという、 ストーリーでドンコスカレリ監督によりプレスリー VS ・ミイラ男として映画化された。英国ファンタジー賞、グリムツァーネ・カブール賞文学部門、アメリカホラー賞、エドガー賞長編賞など数々の文学賞を受賞し、中でも優れたホラー小説やダークファンタジーに贈られるブラムストーカー賞は8度も受賞している。2007年には世界ホラーコンが ホラー分野での貢献を称えて巨匠賞を授与した。代表作はテキサス州ラボードに住むハップコリンズとレナード・パインが様々な事件を解決していくハップレナードシリーズ。ハップは40代半ばの白人で、レナードはゲイの黒人男性である。物語はハップの視点で語られ暴力描写や性描写が多々ある。ランズゲールは作中で テキサス東部を本質的には良い土地だが人種差別や無知、都会と田舎の遮断、公務員の汚職などで荒廃している街として描いている。扱われるテーマは極めて暗く、ペドフィリアや反動性愛者による暴力なども含まれているが、物語は鋭いユーモアや基地に富んだ会話にあふれている。テキサス州グレードウォーターに生まれ、現在は同州 中道チェスに住みながら、地元のスティーブン・カイ・オースティン州立大学で、ライターの仕事をしている。また、自身で、センチュアンマーシャルアーツスクールを経営しており、全米マーシャルアーツ及び国際マーシャルアーツで名誉、伝道入りしている。ランズデールは、アニメ版バットマンの脚本家として、以下の3エピソードを担当した。スーパーマンシーズン2第6話、二人のスーパーマンや、 ニューバットマンアドベンチャーズシーズン2台には、クリッターズの脚本も担当した。2010年には、バウンティハンターのジョナ・ヘックスが新たな敵と遭遇する、ショートアニメ DC ショーケース、ジョナ・ヘックスの脚本を執筆した。映像化されたランズデールの作品で最も有名な、ものは、2002年に、ドンコスカレリ監督によって、プレスリー VS ・ミーラ男として映画化された、ババホテップである。 老人ホームで余生を送っていたエルビス・プレスリーが友人で自分をジョン・カイ・ケネディだと思っている男と他の入所者たちの魂を奪っていくミイラ男と対決するという物語である。2005年10月28日にオムニバスドラママスターズ・オブ・ホラーの第一期作品として放送された短編ムーンフェイスも同じくコスカレディが監督を務めた。ザ・ジョブは 1997年に a w フィードラーによって11分の小編作品として映像化された。これはワーナーホームビデオから出ている DVD ショートをダイバーシティで見ることができる。ランズデールの同名短編小説を原作としたクリスマス・ウィズ・ザ・デッドは2011年夏にテキサス・東部で撮影された。出演者はブラッド・モール、ダミアン・マッフェー。 ケイシー・ランズデールらで映画祭などで上映された。最近では複数の映画制作に携わっており、エドガー賞長編賞を受賞した、ボトムズをビル・パクストン、ブラッド・ワイマンらとドライブ・インをグレゴリー・ニコテロらと制作している。イタリア・パドバで行われたシュガー・パルプ・フェスティバルにて、これまでの長いキャリアでブラム・ストーカー賞を8度受賞、9度ノミネートされている。 ハップコリンズレナード・パインシリーズドライブ・インシリーズネット・ザ・シール3部作その他の小説別名義での作品マーク・ストーン MIA ハンターシリーズジャック・ブキャナン名義で発表スティーブン・マーツマイケル・ニュートンビル・クライダーらとの共作短編集成部劇脚本チャップブック未収録短編バットマングラフィックノベルタ短編集ありがとうございます